まあ、前のインタビューで、まあ、モテたいからバンド始めたいって言ったんですけど、あれからよく考えたら初期衝動はモテたいからだったんですけどその音楽をやってるっていうのは、その CD にしたりライブをしたりみんなの記録に残ったり、生きた証を残したい、もうみんなね人生かけて音楽やってて、こういうチャンスに恵まれてもうあとも出し切るだけなんで、もう全てを見てもらいます僕らと。その初めて見てもらうとか、もしくは違うバンドを応援しようと思って来てくれたお客さんに対してどういうアプローチするかっていうところは、すごいスタッフ含めてメンバーと一緒に考えて、ちょっといつもにないセットリストに、まあ、してましたね、メンバー。二度と忘れられないぐらいインパクトと衝撃が出たいですね。私はスイペダルを踏みすぎて冬にブーツが履けないぐらい僕はムキムキになっちゃったんですけど、そういうのを犠牲にしてやってるぞという生き様メタルを、生き様メタルです。ありがとうございます。そして皆さん、なんと審査の結果が出た模様ですよ。本日出演してくれた3バンドですね、 SFPR、 そしてアシュリースケアードザスカイ、そしてイーチオブザデイズ、この3組ですね。それじゃあ発表しましょうか。ここエイジアで行われたレッドブルライブオンザロード、最もロックしてこの会場を沸かせたバンドはこちら。イーチオブザデイズが一番バンドとしての厚みを感じました。センターが一番明確で構図もしっかりしていた。おめでとう。SBR もかっこよかったし、アシュリースケアードスカイもかっこよかったし、それを俺らがさ、今回こうやって選んでもらったわけじゃん。それに対してさ、その責任を持って、絶対にアクセルし、意気込みっていうか、アメリカに連れてくる。私をアメリカに連れてくるな。これ。ですね。もう一度行きます。祝うしかないでしょ。はい。